こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人こと、スピリチュアルの語り部、天心です。シゴスピラジオは、スピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことは、スピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるの？といった内容で話していきたいと思います。今回、またまたご投稿いただきました。ご投稿いただいたのは、ハンドルネームタッケさんからになります。タッケさん、ご投稿ありがとうございます。それでは、投稿内容を読んでみたいと思います。天心様、いつもお世話になりますタッケです。毎回のシゴスピラジオでは勉強になることばかりで拝聴を楽しみにしております。今回も質問がありメールしました。魔除け厄除けのため白檀の数珠型のブレスレットを身につけようと思いますが、スピリチュアル的に見て白檀にはどのような効果が期待できますか？今回もよろしくお願いいたします。ということでご投稿いただきました。タッケさん、ご投稿ありがとうございました。ブレスレット型のパワーストーンですよね。パワーストーンって言っていいのかな。とにかくそのブレスレット型のお守りとして、魔除けの厄除けのために使いたいということなんですけども、効果っていうとね、ちょっとね、難しい部分はありますけども、こう必ずこうなりますみたいな、ね、カチッとしたものがあるわけじゃないけども、なんとなくそのどういう意味合いがあるのか、白檀にどういう意味合いがあるのかっていうのは、白檀のね、お線香とかその香りに関してはちょっとお話したことがありますけども、ブレスレットになった場合どうなるのかっていうことなんですけども、白檀そのものがですね、心霊を呼びやすいという部分があります。心霊を呼びやすい、そういった、原材料というか、そのね、そういうものは鉱物とかいろんなものがあるわけなんですけども、白檀の場合も心霊を呼びやすくて、近づきやすくしてくれるというのがありまして、特にですね、仏界系のその力強い心霊系との相性が良いということが言えるんですね。なのでそういった仏界系の力強い心霊系との相性が良いとどうなるかというと、自分自身の精神性というものが、心霊次元に少し引っ張ってくれるというね、そういった働きが、少し意味合い的に期待できるかなというふうに思います。で、魔除けっていうよりは、どちらかっていうと、心霊系がそういうものが集まってきてくれるので、魔が近寄りにくくなるよねっていうのと、だから積極的に魔をバーンって払いのけてくれるというより、自分が魔から遠ざかっていくイメージ、だから魔に自分が近づきにくくなるような、そういった、イメージかなと思います。なので、そういった意味合いで、払いのけたいとかね、これ置いといたら霊が払われるみたいなイメージで言うとちょっと違うかもしれませんけども、魔除けっていう風に言っても非常にだから多岐にわたりますし、その意味合いもいろいろあると思うんですよね。厄除けもそうですけども。だから一般的な意味合いで言えば、別にいいんじゃないですかね。白檀の数珠型のブレスレット身につけるっていいと思いますよ。なのでもちろんでも他の例えば天然石でもいろいろとその魔除け効果が期待できるようなその魔除けのね働きがあると言われている、その例えばラスピスラズリなんかもね、その自分自身のその複雑な因果というものをちょっと一時的に封じ込めていく。これも役が起こりにくくなるとかいう意味で言えば役払いの効果があるかもしれません。効果があるというその意味合いがあると言えるかもしれませんし、その辺はだから、いろいろありますよね。ただ、白檀にこだわらなくてもいろいろあるよねと。ただ、お守りとしてね、いろんなものを身につけると思うんですよ。その時の一つの心構えとして、一つは、まず目的意識をはっきりさせるっていうのが大事かなと思うんですね。別にその天然石にせよ、いろんなその、原材にしても、別にそのためだけに、生まれてきたわけじゃないし、たまたまそういった働きも期待、スピリチュアル的に見た場合にあり得ますよっていうことなんで、いろんな意味があって、物事ってあるわけなんで、そういったものっていうものは。なので、別に、それを身につけたから、直ちにそういう働きがあるっていうよりは、それをどういう目的で使うのかっていうことを自分で意識するっていうことが実は重要なんですよね。お守りとして身につける場合。だからこれはお守りなんだという意識が。もちろん
お守りとして見つけようと思ってますとおっしゃられているおるので、もちろんそれは意識できていると思うんですけども、今一度そういうふうに、だから自分はこれが逆断のブレスレット、これ魔除けなんだっていうふうに強く意識して身につけるといいかなと思います。これは別に逆断のブレスレットに限らず、あらゆるそのお守りとして自分が身につける際に使えるというか方法だと思うので、覚えておいてほしいなと思います。でもう一つは、まあ守護霊様にね、目的を告げておくっていうのもいいかなと思うんですよね。この今日からこのね、白檀のブレスレットつけるんで、ね、これはね、魔除けとしてつけさせていただきますので、そういった方向でね、使いますのでよろしくお願いしますというふうに宣言しておくといいと思います。そういう方法もあるかなと思いますね。なので、まあ別に今回は白檀のブレスレットということでね、ご質問されたんで白檀という観点で言いましたけども、まあいろいろブレスレットって、その玉がそのいろいろと組み合わせられるじゃないですか。そういうので、まあ自分なりにね、アレンジして天然石のそのもともと言われているさまざまな効用というか意味とかっていうものは、結構まあ本屋さんに行ったらそういう本を売ってたりするじゃないですか。まあいろいろそういうのを読み漁ってみて、自分なりのオリジナルのものを作って、で最終的にはこれはこういう、ね、目的でつけますっていうふうに、ね、守護霊に宣言し、そして自分で目的意識を持って身につけると、そういう働きがより一層出やすくなると。でそのいろんな意味合いのあるものに一つの方向性を自分自身で与えてあげるっていうね、それをやっていくとよろしいのではないかなということで、まあ今回はね、ご投稿に答えさせていただきました。まあちょっと短いですけれども、今回はこんな感じで守護スピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。